さっきまでみぞれ降ってたんですけど、今ちょっとやんできたんですけど、とりあえず名古屋で入っていきたいと思います。カメラは雨やんだろということで行ってきます。めっちゃ寒いけど、皆さんおはようございます。サントリープロサーファーの井上隆です。プロサーファーの井上楓です。妹のさくらです。はい、今ですね、京都の天の橋立て、有名な天の橋立ての松林の中で鍵を取りながらやってます。これからね、天の橋立て観光して八丁浜っていうところに行ってサーフィンしたいと思います。ちゃんガニとカエデガニ、カニ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 。めちゃくちゃ寒いんで、傘を かぶせてあげたいんですけどね、傘がないので、でどうでしょう。ちょっとマスクつけてください。無理ですね。高地蔵。待って、高地蔵。高地蔵。はい、マスクはちゃんとした使い方をしましょう。採点入れ、面白いね、これ足にも。ね。あ、ちょっと面白い、昔の絵みたい。日本三景、天の橋立て。反対向き。海の方見ないと。そうよ。いやでも。でも多分そっちの道の方を見るんだと思うよ。いやもう分かんねえから。どっち？赤い方が？まんね。で、あっちが千年から。あ、これ？あ、なんかちょっと。何も千年って？まあねんって言わんと。これはね。まあねんって。くだらない親父ギャグでした。今ここ、あれどうやって来たのかな？ずっと走ってきたの、ここから。違う。あのね。ここの辺こう通って、こう来たのか。でこの辺みんな。あ、なるほど、そういうことでずっと続いてるけど、このまま向こうまで行ってたら時間かかっちゃうから波なくなっちゃうんでサーフィンできないので、はい、それではですね、そろそろ帰りたいと思います。はい、今八丁浜に着きました。サイズ頭半ダブルぐらいでスーパーチューブも行きます。スーパーチューブ、今から速攻入りたいと思います。よいしょー。
チューブだったんですけど、2本ぐらい乗ったらなんかうねりの向き変わったみたいでレギュラーダンパーになって、なんか風もね温潮みたいになって良くなかったよね。全然ずーっと帰れなんて前半乗ってなくて。あ、ちなみにさくちゃんは最初から入ってませんので、チューブにこれビビって、でまあ帰れ後半 やっととさ乗り出して、映ってるかどうかわかんないですけど、1本すげーリップでスプレー縦に上に飛んでるのがあってね、おーって裏で見てた他のサーファーもみんな うなってたのがありましてね。で僕の方はですね、後半右奥の方でね、すごいチューブ10本以上すごいのレイトで抜けて、エアドロップから抜けたのもあったんですけど、多分重なってて距離も飛ぶし多分映ってないと思うんですけど、まあすごいいい波乗れてよかったです。楓どんなだった？私最初全然乗れなかった。あ、いや後半なんかいいの乗ってたじゃん。珍しく大きい波乗れたよ。ねえ、チューブ入れるのアップラウトしてた。アンポンタンもいたけど、いた。まあというわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それではチャンネル登録といいね、インスタグラムとツイッターのフォロー、そして僕のホームページのチェックも、方もよろしくお願いします。それではまた。さくちゃん、あ、手出てきましたね。バイバーイ。